テキスト第1章。6、必要性の幻想。1、心の平安を得たいと望むあなたは、ただ、完全な許しによってのみ、平安を見出すことができます。何を学ぶにせよ、その人がそれを学びたいと望み、多少なりとも、それが自分にとって必要であると信じない限り、誰も学んだことを自分のものにはできません。神の創造物には不足など全くありません。これに対して、あなたの作ったものには不足があることは極めて明白です。実のところ、これこそが両者の間の本質的な違いです。不足は、あなたが今置かれている状況よりも、他の状況に置かれたなら、あなたはもっとマシな状態になるはずだという思いを暗に示しています。堕落を意味する分離が生じるまでは、何も不足することなどありませんでした。そこには、必要性など全くなかったのです。ただ、あなたが自分自身から何かを取り上げて欠乏させるときにだけ必要性が生じるのです。あなたは、自分で定めた必要性の特定の序列にのっとって行動します。これを言い換えるなら、あなたの行動は、あなたが自分のことを何であると知覚するかに左右されるということです。2、神からの分離の感覚こそが、あなたが真に修正しなければならない、たった一つの不足です。この分離感は、もし、あなたが、真理についての自分の知覚を歪めることなく、それゆえに、自分自身が欠乏していると知覚したりなどしなかったなら、絶対に生じることはなかったはずのものです。必要性に序列があるとの想念が生じたのは、神から分離して自分が欠乏しているという根本的な過ちを犯すことによって、あなたが、すでに、主樹の必要性があるレベルへと自分自身を分裂させて散らばらせてしまっていたからです。あなたが、そんな自分を統合するに従って、あなたは一つになり、それにつれて、あなたの必要性も一つになります。統一された必要性は、統一された行動を導きます。なぜなら、必要性が統一されることで、葛藤のない状態が生み出されるからです。3、必要性に序列があるという考えは、誰でも神から分離できるという原初の誤りに引き続いて起こりました。この考えを修正するためには、仮に知覚できるレベルで誤りを修正することが可能であったとしても、その前に、まず、必要性の序列それ自体が存在するレベルにおいて、修正がなされる必要があります。あなたが間違ったレベルに働きかけている間は、あなたは効果的に振る舞うことができません。いずれにせよ、あなたが間違ったレベルに働きかけている限りは、根底から表層に向けて、修正を垂直に進めていかなければなりません。それは、あなたが、上昇や下降といった概念に意味があるとする空間に自分が生きていると思い込んでいるからです。究極的には、時間と同じように、空間には意味がありません。時間も空間も、両方とも、単なる信念に過ぎないのです。4、この世界の本当の目的は、それを使って、あなたの信頼の欠如を正すことです。あなたは、恐れが及ぼす影響を自分でコントロールすることは決してできません。なぜなら、恐れを作ったのはあなたであり、そして、あなたは、自分の作ったもののことを信じているからです。この点において、内容は違っていますが、姿勢においては、あなたは、あなたの創造主に似ているということができます。あなたの創造主は、自らの創造物に対して、自らが創造したが、故に、完全な信頼を持っているからです。信じることが、何かが存在することを受け入れさせるのです。あなたが、他には誰も真実だと思わないことでも信じられるのは、この理由によります。それを作ったのはあなただから、それはあなたにとっては真実なのです。5、どの側面から見ようとも、恐れは虚構に他なりません。なぜなら、恐れは、想像のレベルにおいては存在しておらず、従って、恐れは全く存在しないことになるからです。この恐れが存在しないとのテストに、あなたが、どれほど、意欲的に、自分の信念を差し出すか、その程度に応じて、
あなたの知覚は修正されることになります。奇跡は、間違いを真実から、次のような基準にのっとって選別します。完全な愛は、恐れを取り除きます。もし恐れが存在するなら、その時、そこに、完全な愛はないということです。しかし、ただ、完全な愛だけが存在します。もし、そこに恐れがあるなら、その恐れは、存在しない状態を生み出しているということです。このことを信じなさい。そうすれば、あなたは自由になれるでしょう。ただ、神だけが、このような解決法を定めることができるのであり、この信条は神からの贈り物なのです。